正中神経へのアプローチですが、アプローチする箇所3箇所あります。肘の内側、上腕骨がある場所で、正中、こう肘曲げた時のこのシワラインができるところの、まあ、2、3往診、遠位部と屈筋主体の、まあ、近位か遠位かどちらでも構いません。アプローチする箇所の探し方なんですが、肘呼吸をさせてください。腱がここに浮き出ます。二頭筋腱が、ここ滑り込ませると、今脈拍感じてます。動脈がこう走ってる、外側のちょっと落ちたようなこういう位置関係で動脈神経って走ってるので、動脈感じたらちょっと外側後方に指を滑り込ませる、脈拍感じる、でこいつ触ってストレッチかけて、インダクション指ついていってもいいし、こっちの腕の動きについていっても構いません。これ一箇所、二頭筋腱、動脈、神経、2つ目で、正中神経こう来てもうほぼほぼ前腕の真ん中通ってるんで、だから正中神経って言うんですけど、肘のライン真ん中さんを手のひら曲げといて、肘曲げといて前腕の筋群緩めときます。で、深く入っていくと、奥に筋じゃない、こいつだ、あの腕神経叢の時みたいな太いコードが1本筋の奥に感じられます。ここからストレッチ、こっちにかける、こうかけてインダクション、ちょっと今ワークしてる手でやります。2箇所目、1箇所目、2箇所目、3箇所目、ここも手首曲げといて深くいくと、あの腱とかと勘違いしやすいんですけど、もっと奥に行くとこれ、結構奥にある、なんか優秀なピンヒで腱があるけど、もっと奥に沈んでいくイメージで、これも一緒、遠い方にかけといて、肘、手首と